ーちゃん、おはよう。学校行こう。いよいよ明日から7月だね。早いね。あと20日かそこらで夏休みだよ。期末テストのことは思い出させないでよ。だってだって、それは嫌だよ。はーい。なあ、ちょっと聞きたいことがあるね。こないだマリアを選んだわけを聞いてきたけど、あんたこそどうなんや。なんであの子を選んだんや。うるさいな。ほな、もし二人のうちどちらか選べたとしたらどっちやの。こいつを泣かすようなことがあったら俺が許さないかんな。じゃあ俺はこれで。あ、マリアちゃん、どうしたんだろう。なんだかとっても寂しそうな目だった。うん、私マリアちゃんの様子見てくる。マリオネットにも心があるとか何とか言うてたのにな。結局あんたはマリアの心を傷つけたやないか。やっぱりあんたの言うことうちは信じられへんし、認めることもでけん。いや、勉強してる。期末テストだよ。もうじきだろ。そうそう、自信ありってこと。じゃあダメじゃ。知らないよ、補習とか受けさせられてもなってるって。やっぱ違うよな、天才は。そうかな。何の日か知ってる？違うよ。なんでそんなこと知ってるの？記念日マニア？だからミカが言いたいのは、今日が海開きの日だってことだよ。だから海シーズンも始まったね。海、行きたいね。3キロ。だって服で見えないところにお肉がついてるんだもん。でも水着だと見えるんだもん。Thank you.
を着て試験勉強しようと思ってたのに、いつもの時間まで寝ちゃった。今日のテストは全滅だよ。7月4日、7月4日、7月2日。どうしたの？もしかして今日はお休み？あら、そう。ごめんなさいね。誰に似たんだかそそっかしくって。あ、キョロちゃん上がってちょうだい。紅茶でも入れてあげる。そう？キョロちゃんお待たせ。もうダメでしょ、忘れ物なんかして。キョロちゃんにまで目。ごめんママ、急いでるから。じゃ、行ってきます。はいはい。ま、なんとか間に合ったね。復習してれば試験対策なんかしなくてもいいとかいうこと？じゃあ授業だけで全部わかっちゃうってこと？それってテスト勉強してないってことじゃん。じゃあさ、みかんちで一緒に勉強しようよ。出すって言ってたでしょ。こっちの図表も試験に出るかな。じゃあさ、みかんが問題出すからキョロちゃん答えてよ。え？何か言った？どうしたの？顔赤いよ。風邪？そんなこと言って風
邪は万病のもとって言うよ。出かけてる。だからキョロちゃんとみかんの二人っきりだよ。さてはキョロちゃん、みかんのこと意識してるんでしょう。してるよ。決まってるじゃん。キョロちゃんと一緒にいるときはいっつもそうだよ。今だって心臓がバクバクいってるもん。あとキョロちゃんの大きい手を見てると、手つなぎたいなとか、長い腕を見てるとこの腕で抱きしめてくれないかなとか、他の男の子の手を見たって何とも思わないけど、でもキョロちゃんにはそんなこと考えてる。一緒にいるときはずっとこの時間が続けばいいのにって思ってる。別れた後は早くまた会えないかなって思う。どうしてそんなこと聞くの？みかんの気持ちは分かってるでしょ？スーパーが特売なんでな、買い物に来たのさ。あいにくと白球なんでな、知恵を使わんと生きていけないのさ。バーカ、そこまで困ってないぞ。散髪に行こうかと思ってな、適当にその辺の床屋でな。どうも敷居が高くて。ん？ああこれか。友達が交通事故に遭ってな、それでこれからお見舞いに行くんだ。足を骨折したらしい。まあその程度で済んでよかったよ。おい、別にクンフーの勉強のために映画見てるわけじゃないんだからいいじゃんね。
まるのはうちと違うやろ。アホらしい。なんでうちが傷つくねん。あんたの化けの皮が剥がれただけや。他の連中と同じや。うるさいな。ええやろ別に。もうなんでそないうちに突っかかんねん。うちはあんたを認めてないんや。あんたのマリオネットに対する考え方もあんた自身も。うるさいな。そしたら言うたるわ。あんたみたいに表向きでは綺麗事言うて内心他人をバカにしているやつが大嫌いや。そういうやつの化けの皮を剥がすのが大好きやねん。うるさいな。気分悪いわ。あんたがよそに行かんのやったらうちがよそへ行くわ。テスト終わらないかな。俺言わないでよ。考えないようにしてるんだから。何？明日で試験も終わりだね。あのさ、明日テストが終わったら二人で海に…違うよ。何でもいいの。何の相談？大きい声出して。ごめん、うるさかった。そういう意味じゃないよ、おさないさん。で、話を元に戻すと何の相談？へえ、いいね。いいの？おさないさん。うん、もちろん。おいほ。じゃあ席に戻るね。おさないさん、本当は君と二人っきりで海に行きたかったんじゃない？え、いや、なんでって、それは…そうかな…
キョロちゃんって呼ぶのはどうしてかなって思って。パン。あ、もしかして聞いちゃいけなかったかな。それじゃ面白くないもん。ご両親が式までに戻ってくるかどうか気になってたらしくてさ、式が始まっても両親の姿を探してキョロキョロしてたわけ。園長先生からご挨拶があるからまっすぐ前を見ててって言われてもまだキョロキョロしてたわけよ。それで先生もちょっと頭に来たみたいで、ちゃんとまっすぐ前を見てないとキョロキョロのキョロちゃんって呼ばれるぞ。その言い方が面白くて園児たちの間で大ブームになって、以後キョロちゃんと呼ばれるようになったってわけ。へー、そんなことがあったんですか。いいじゃん可愛くてね。え、はい。じゃあみかんは練習があるから着替えてくるね。いいな、みかんさんはマスターとの思い出がいっぱいあるんだもん。マスター、私みかんさんと違ってマスターのこと何も知らない。マスターとの思い出もみかんさんほどたくさんは持ってない。だからマスターのことをもっと知りたい。マスターと一緒にたくさんの時間を過ごしたい。これってわがままかな。ありがとうマスター。マスターはやっぱり私が思った通りの人だね。ない、あのね、やっぱやめる。今度気が向いたら教えてあげる。誘ってくれてありがとう。誘うのを思いついたのは、なんだか変な理屈だけどどうでもよくなっちゃうな。二人は知り合って3歳の時だよ。家族とか友達とかなら、ほら、家族の誕生日すら覚えてないのはキョロちゃんだけだよ。
記憶なんかミカンの誕生日まで覚えててくれるんだからね。何言ってんだよ。お前だって幼いさんの誕生日は覚えてるんだろ。もうキョロちゃん、この中には入ってるけど、アバウトすぎるよ。二人とも仲がいいんだな。バカ、何言ってんだ。何が気を…キョロちゃん…席につけ。本来この時間は英語だが、担当のいくら先生がお休みされている。そこで2週のための監督に俺が来たわけだ。だけどお前ら問題集をやってろって言われてもそんなのつまんないだろ。俺だってお前らをぼーっと眺めててもつまらん。そこで俺が大胆にも英語の授業をする。よし、じゃあお前ら男女で一組のペアを作れ。ただし出席番号では決めないぞ。お前ら自分でペアになってほしい相手に頼め。いいか、5分だけ時間をやる。その間に交渉してパートナーを決めろ。頼まれた方は誠意を持って対応すること。じゃあ始め。なんやの。え、ちょ待って、みかんに頼んだらええやんか。そんなん言われてもうち困る。あ、ほんまや。おい、そこの二人、早くペアになれ。お前らだけだ残ってんの。全員席につけ。なあ、なんでうちに申し込んだ。ほんまはちょっと点数稼ぎしよう思ったんと違うか。なんやって、うちが寂しいわけあらへんやろ。言いがかりつけんとって。なんやの。こら、お前らうるさいぞ。ちょっと廊下に立ってろ。いやー、昔のアニメではよくこういうシーンあるんだけど、実際にできるとは思わなかったな。最近はさ、人権だなんだってうるさいからな。おっと、社会科教師としては不適切な発言だったな。いかんに思うぞ。よし、お前たちバケツ持って立ってろとは言わんが、ちょっと頭冷やしてこい。のせいでこんな目にあったんや。当たり前じゃ、誰があんたのこと。うちのせいやない、あんたがうちをイライラさせるからや。話すことなんかないっちゅうね。群れるのは嫌いやね。そりゃあまあ、喋る相手がおる言うんは悪くないような気もせんでもないけど、でも別にうちがみんなを突き放してるんと違う。
みんながうちをのけものにするんや。あんた、おめでたいな。うちは肌の色が違う、言葉が違う、生まれた国が違う、違う違うってこの国に来てからそればっかり言われてるんや。事実やけど、あんたいちいち言うか。君、目と目の間が離れてるね、鼻が大きいね、口が大きいねって言うか。そうやろ。うちはいち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 言われるんや。髪の毛金髪やね、目が青いね、なんで関西弁なん。もううんざりやね。珍しがってるだけや。実際にはうちのことを敬遠してんねん。その証拠にさっきかて誰も声をかけてこんかった。あんたはアホやからな。いや、正味の話アホや。混じりっけなし、純粋 100% のアホや。まあ、でもちょっとだけ気持ちが軽いんだった。うん、あかん言うても聞かんねえよ。そやからな、うち言うたって、鼻から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わしたろかって。そしたらビューって逃げていきやった。へえ。あ、なあ、寄ってかへん？お店の邪魔じゃない？アレサちゃんお店手伝うんでしょ？今日はグランパがいてるから大丈夫や。そう？じゃあちょっとだけ。あ、どうや、みかんの幼馴染について聞きたいことがあんねんけど。キョロちゃん？そうやね。あ、入って入って。じゃあお邪魔します。